早くてもどうも森山丸です。2019年ももう終わってしまうということで、ちょっと自慢動画にはなってしまうんですけど、レイマルがね今年参戦したライブオタク活動をね振り返っていきたいなと思いますので、皆さんねレイマルと照らし合わせながら振り返っていきましょうということで、レッツゴー。はい、こちらに出すんですけど、まずはちょっと振り返っていきたいんですけど、2月の、乃木坂のバスラ京セラドーム3日間参戦しまして、3月の日向坂のデビューカウントのライブ、4月の欅坂の大阪フェスティバルホール、5月の日本武道館で、7月の、富士急、ハイランドの欅共和国で、7月の長濱ねるちゃんの卒業イベントで、9月の全仏福岡で、9月の東京ドーム、で9月の埼玉スーパーアリーナで、11月、ゼップ名古屋の研修生ツアー、12月のひなくりということで、こんな感じですね。レイマルは欅坂と日向坂に関してはワンマンライブは全て参戦しております。フェスは終えてなかったりするんけど、ワンマンは全て参戦しております。本当にありがたいことにね、同等の1年間を繰り返したんで、ちょっとね、ちょっとずつ振り返っていきたいなと思います。まず乃木坂のバスラーの話なんですけど、まあ乃木坂のバスラーの話は普通に去年ね2018年の全国ツアー、夏の全国ツアー行ったので、その引き続き乃木坂の今までを振り返る、1枚目のシングルから最後のシングルまでを振り返るっていうやつで、4日目はなあちゃんの卒業コンサートということで、本当にでも感動的なライブでしょ本当に。で次3月日向坂46のデビューカウントのライブに、当選していってきたんですよ。まあこれはひらがなけやきの最後のライブと日向坂46の最初のライブっていうのを、まあ掛け合わせてですね、2部構成で、行ったライブなんですけど、めちゃくちゃ投げましたね。ねるちゃんから始まったひらがなけやきをこう順番に追ってつつ、日向坂のキュンから始まる、セットリストで組まれたんですけど、本当にいいライブでしたね。これでファンもね少し整理ついたっていうか、ひらがなけやきが終わって日向坂として始まるんだなっていう心の整理がついたライブでもありました、自分的にも。はい、次4月5日に行われた欅坂46のサードイヤーアニバーサリーライブの2日目大阪フェスティバルホール行ってきました。大阪フェスティバルホールは2700人って、もう極小のキャパなんですけど、レイマル当選してしまって本当にありがたいこと、関西やしね、実質交通費ゼロで行かせてもらって、前から3列目っていうね、すっごい特等席で味わわせてもらって、今ユニアでね大阪のアニラ5曲だけ開放されてるんですけど、いいライブでした。でシンクロニシティも見れたりして、 2700×3 日間のうちの1人でいられたことに本当に感謝しております。で5月11日東京日本武道館で行われた3日目千秋楽に参戦いたしました。このライブは本当に自分の中でも心を動かされたっていうか、このライブを見たからこそ3月から始めてた就職活動の、心の支えになったっていうか軸になったっていう部分もあるので、本当に自分的にも助けられたライブになって、やっぱ最後黒い羊で終わったっていうのもあるし、まあ、セットリストの内容もすごい濃くて、なんか見せられたっていうか欅坂の本気を感じたっていうのもありました。で7月に3日間行われた欅坂2019、レイマルは1日目と3日目に参戦いたしました。まあ、このライブも本当にすごくて、まあ、天候があいにく悪かったんですよ。まあ、雨模様もしくは曇りなんですけど、その天候すら演出みたいな感じで、平井心の曲が流れる時に雨が降ってきたりだとか、夕日がすごい綺麗に見えたりだとかして、本当に天候もさえ演出だったかのようなライブで、本当にすっごい楽しかったですね。めちゃくちゃ濡れたしね。7月末に行われたねるちゃんの卒業イベント、ありがとう目いっぱい伝える日にレイマルは行ってきました。本当にねるちゃんの最後を見届けられて本当に幸せやったし、やっぱねるちゃんの尊さっていうか謙虚さは本当に見習いたいなと思うし、もうねるちゃんの姿は見ることはないと思うねんけど、うん。で今自分が欅坂の気になって初めて、ね、そうメンバーの中で好きと思ったのが長濱ねるちゃんだったので、やっぱねるちゃん永遠の推しメンっていうか、うん、すごい人間として尊敬する部分あるので、ねるちゃんのこれからも幸せでやってほしいなとは思います。で8月末から行われた欅坂46の全国ツアー2019の、福岡公演、9月に行われた福岡公演にね、レイマルは1人行ってきたんですけど、福岡公演も最高で、このセットリストっていうのが、まあ、欅坂の全国ツアー2019のセトリがですね、日本武道館のセトリを逆順にしたセットリストなんですよ。でこのストーリーも、不思議の国のアリスをモチーフにした、まあ、鏡の世界っていうか、その出口を見つけるってみたいな話なんですけど、まあ、このストーリーがまず一般で公開されてないことがまずおかしいってレイマルは思うんですけど、この全国ツアーほどストーリー性重視のライブはないので、これはすごいいい物語なので、本当に円盤化してほしいなと思うんですけど、まあ、円盤化されないでしょ、されないんですけど、まあ、自分の心の中にねあるんですけど、いや本当にすっごいライブでした。まあ、てっちが平井心の部分しか
あの登場しないっていうのがあったんですけど、すっげーみんなのセンターがもう去年よりももっと増したっていうか、セカンドアニラよりももっと増したっていうか、こう個々がすごい強くなったことを感じたし、2期生のねパワーも感じた全国ツアー2019でした。で、追加公演に送られた東京ドーム1日目2日目両方参戦いたしました。本当にこれまでの気合い高の集大成になったライブでもあるし、まあ久しぶりに不協和音が発動されたっていうのもあるし、2日目は稼働を上がる、っていうのもあるし、やっぱこうライブが終わってから気づいたんですけど、まあ、ガラスを割れ、お前はもっとお前らしく生きろっていう曲から始まって、最後、2日目らしさって一体何って、この Be Yourself はあなたらしくいるみたいな、自分らしくいるみたいな、そのテーマを掲げてたので、そうやっとライブが終わってから分かるっていうの、そのガラスをお前はもっとお前らしく生きろよっていうのにもかかわらず、らしさって一体何って、もう最後答えまで明かせてくれないっていうか、ファン自身で考えろみたいな、だから生き方は自分自身だよっていうのもあるし、らしさって一体何っていう、こう欅坂から私たちに問いかけてくれる部分もあるし、俺らから欅坂に問う部分もあるし、やっぱ最後まで疑問を残して終わるっていうライブが本当にすごいなって思って、これは東京日本武道館でも思ったんですけど、ライブ終わってからなんかスッと、あ、楽しかっただけで終わらないっていうのが欅坂の魅力っていうか、楽しかったもあるねんけど、なんかモヤモヤした感、これから明日どう生きようとか、どういう風に自分は感じて、どういう風に次に生かすのかっていうのを考えさせられるライブなので、欅坂のライブって。もちろんメンバーが可愛いし、そのギャップがあって、すごい可愛さが引き立つ部分もあるんですけど、やっぱそういう部分、メッセージ性の強い部分、チームでやってる部分っていうのは、まだ感じる部分があったなって思います。この東京ドーム公演も、まあ、不協和音、1日目の不協和音が発動した時の歓声は、今でも忘れられないぐらい、すごい悲鳴だったのを覚えてます。で、9月、もう9月は怒涛なんです、ベイマル的にも。日向坂46のサードシングル発売記念ワンマンライブ埼玉スーパーアリーナ編行ってきました。これは1日限りのライブだったんですけど、まあ、レイマルは行ってきたんですけど、もう埼玉スーパーアリーナの音響がまずいい、すごい箱として完璧なので、どこのポジションに行ってもすごいいい音響だったんじゃないかなって思うし、ドレミソラシドが始まってひらがなで声したりとかに始まった瞬間に、わ、ひらがなの曲もやるんやっていう、このひらがなも継承した日向坂46っていうのを見せつけられて、やっぱそれは嬉しかったね。ひらがな自体からずっと応援してた身からしたら、ひらがな時代があってこそ日向坂、そのひらがなから変わって日向坂になったんじゃなくて、ひらがなを継承して日向坂になったっていうのを自分は感じて、すっごい嬉しい気持ちになったし、アンコールで誰飛べとか、半分の記憶とかやってくれたので、ね、本当に嬉しいなって思ったし、で、続いて11月20、21に坂道研究生ツアー、EZZEP 名古屋に行ってきました。レイマルは千秋楽ですね。本当に坂道研究生のあの動画出したんですけど、本当に素晴らしいメンバーで、本当に素晴らしい熱量で、まあ、ファンの皆さんもそうなんですけど、まあ、乃木坂系で日向坂のファンが集まるっていうのはちょっと怖かったんですけど、もうめちゃくちゃいい場で、研究生の名前全員もう覚えちゃってるんですけど、本当に研究生どこ行ったのっていう感じで、やっぱ研究生ツアーでやっとその熱量のまんま次のステップに行ってあげないとかわいそうやし、ファンの熱量も冷めちゃうんですよね。だから研究生どこ行ったのっていうね疑問あるんですけど、まあ2020年ね配属はされると思うので、ぜひねこの研究生の皆さんもね応援していけたらなと思って、まあ研究生のこれからも楽しみです。で、最後長くなったね、12月17、18に日向栗2019に行ってきました。本当に最高のライブでしたね。本当に日向栗2019も、まあ2020年の日向栗が発表されて東京ドーム確定したんですけど、やっぱ東京ドームが決まってからの約束の卵っていうのはやっぱ一味違うかったし、意味合いも違うかったし、まあメンバーの歌ってる心境も違うし、俺ら聴いてるファンもな、全然違う心境で約束の卵を一緒に歌ったので、それを感化受けて俺も頑張れるみたいな感じなので、やっぱその一生懸命さ、まあ日向坂日向の次の4期生がまあ加入するとは思うんですけど、やっぱ全員でやること、やっぱ選抜制は避けてほしいなと思う。まあ選抜制にはなると思うねんけど、選抜制は避けてほしいっていう、そのアンビバレント気持ちあるねんけど、来年から社会人やねんけど、やっぱ東京ドーム決まったからには東京ドームの2日間有給を取らないといけないなって、もう何があっても休むよみたいなっていう感じなので、はい、本当に本当に楽しみです。
はい、ということでこんだけ振り返ったんですけど、まあ他にもね全国握手会行ったりだとか紅白行ったりだとかしてるので、本当に怒涛のライブ日和1年間だったと思います。はい、ということでやっぱもうね2019年も終わっちゃうんですけど、皆さんの2019年の、オタク生活はどうでしたか。レイマルはこんな感じだったんですけど、来年以降2020年以降もね、動画投稿続けたいと思うし、もちろんチャンネル登録者数1000人を目指しながら、ずっとやり続けるんですけど、やっぱチャンネル登録者数とか、まあ自分の目標も大切なんですけど、やっぱ響く人に響いてほしいなっていうのがあって、レイマルは何もなかったらなかったらですっげー批判あるし、何かあったらあったらで、何かに文句つけて批判したりする人も多いと思うねんけど、まあそういう人も世の中には絶対おるし、応援してるからこそ文句だったり愚痴とかが出てくる人もおるし、それはもう人によってなんか応援の仕方は様々であって、そこに愛があるとか愛がないとかはその人自身でしか分かんないんですけど、やっぱりでもメンバーが一番幸せになるような応援の仕方であったり愛の与え方であったりだとかあると思うので、それは絶対それに正解はあると思うので、この動画を見つけてくださって最後まで見てくれた人に響いたらいいなと思って、全員が納得する答えなんかないねんけど、黒い羊の歌詞みたいに、けどやっぱりレイマルは全員が納得するような意見とか世の中にしたいと思ってるので、今ずっとねレイマルは動画投稿続けるし、チャンネル登録が増えんくても頑張れるようなその気持ちはあるので、まあ、これからもね2020年もレイマルチャンネルの方をよろしくお願いいたします。今年最後の動画でした。で、答えとか紅白の動画また、2020年明けてから出したいと思うので、欅坂と日向坂はメインで、動画やってるので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで本日の動画長くなって申し訳ございません。最後まで見てくれてありがとうございました。バイ。